後半、後半、バカリで、カビリって、中に、あずかしいと、どうやった、やった、待て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 、こいつはあるのか、出てないぞ、出てないぞ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、どうなんこれ、はい、え、何言うの、何が今のゴールキックってこと、どういうこと、ラインは割ってないぞ、ラインは割ってない、割ってない、割ってない、あ、じゃあもう入って、俺の目の前だったぞ今、副審はフラッグは上げませんでした、ただゴールキーパーは、いやゴールキックを主張しています、今 VAR が発動しています、ラインは割ってなかったでしょ、ゴールが認められるのかどうかというところです、ボールが全てラインから出なければ出てたっぽいね、マキゴレ、出てるの？これ出てるかもしれない。うん、これはもう、これこそもう判定はどうでしょうか。ちょっと時間がかかっています。VAR から。ゴールが入った。じゃあゴールが吸い込められました。田中碧のゴールになりました。出てないんです。スペインに日本逆転。長いよ、ここから、ここから長い、うん、あまりに長い、まだ前半も10分と経過していません、ただ森保さんは冷静ですね、はい、いやー、ポジション戻ると逆に、はてさて、なぜ私が田中碧選手なんだ、そんなの決まってるじゃん、碧選手、あなたの色は青い、あ、こりゃ一本取られた、はぁはぁ、安直すぎるぞ、お友達。よかったですね、今回は僕たちも出番たっぷりでしたね。え、そうか。俺はずっとこの姿勢で見切れてただけなんだが。なんでゴール決めた時とか皆さんのところに寄ってこなかったんですか？ゴール？ゴールキックにされるかもっていう際どいところでしたけど、ボールがラインを割ってなかったから、田中選手のゴールが認められました。ライン、ボール？もしかして。うん、今日は一体何をやっていたんだ？サッカーですよ！サッカー？それはルミの煮物に入っていたやつか？入ってませんよ！だったら俺、サッカーはいい。サッカー日本代表、決勝トーナメント進出、おめでとうございます！決勝トーナメントはうまいのか？もういいです、よろしくお願いします、前田でした。ででん、完成、ワイルド獣王キング、うわっ